それではリアタイやっていきます。相手ほぼ僕と同じぐらいですね。まあブロンズランク1です。相手、相手ピッチャー石川投手。練習ではねだいぶ打てるようになったんで、実戦でちょっとそれを試していきます。でやっぱりね、相方とも話したんですけど、基本的にやっぱり相手投手の攻めはインコースが多いねっていう話をしまして、ちょっとその辺もね、ちょっと頭に置きながらねやっていきたいと思います。でね、僕投げるときに大体最初に試すことがあるんですよ。特にねスライダーを持ってるピッチャーに関しては、左バッターの場合、ストライクからボールになるスライダーを、振るのか振らないのかいうところをね一つ見極めの指標としてね、見てます。ユンがねそれを見ることによって、相手がねボール球に手を出すのかしっかり見極めてね、見逃すのかっていうのをね見極めれますんでね、そこはね僕いつも試してます。で投げるときにねもう一つ試すのは、まっすぐに差し込まれるのかそうでないのかっていうのを試しますね。はい、それでは石川投手っていきます。でねやっぱりね相方もね左バッターの方が打ちやすいって言ってましたね。僕もそうなんですけどね、見やすいからなんですかね球が。石川投手ね球種が多彩なんで、今みたいにねボール球をね振らないようにしっかり見極めていきましょう。今のはダメなんです。今のを振るとダメ。まあ、大体、パターンが、ね、分かったので、次の回修正していきたいと思います。で、これ振りますか？振らないですね。初回と比べてボール球を見るようになってきましたね。ちょっと今のも危なかった。でね、親父はねプラチナに上がればいいっていうのじゃなくてね、しっかりやっぱり打率を3割以上打ってプラチナに、昇格したいと思います。相方ね、聞いたらね、1割4分6厘ぐらいでプラチナ上がったって喜んでたんで、それは偽物だって再度言っときました。はい、打っていきましょう。せいやさん。でね、カーソルをね、グイングインするのやめました。あれ結局ね、ブレちゃうんで、カーソルが。僕はやめました。はい、ノーアウトのランナーなんで、しっかり返していきましょう。はい、これで2、3塁ですね。入れ込みすぎました。
はい、これでさよなら勝ちです。さよなら勝ちっていうかも勝ちですね、いうふうにね、実戦でもかなり、打てるようになってきましたんで、これね、僕が言った前回のね、打撃向上の3か条が、まあ、あながち嘘ではないなということが分かったと思います。